どうもこんにちは、加瀬祐介です。今日は2021年の10月の6日じゃなくて16日ですね、フロントミッションを始めてまいりたいと思います。さっきプレイしたばかりなんですけども、本日3本目ということで撮ってまいりたいと思います。キースを揃えまして、今度は、フレドリックですね。キースのタイプっていうのは格闘と遠距離なんで、キースオンリーになっておりますね。フレドリックは、ヤンとタイプは近いので、そんな感じで進めていきたいと思います。フレドリックもとにかく防御性能ですね。防御性能が高いものといえば、あと、重量にも余裕があるので、これですね。これは私の結構なお好みというか、お気に入りというか。で、あと、格闘の的中が高いのはこいつです。このアームですね。このアームは格闘の的中が高いという感じです。で、レッグですね。レッグも、かっこいいやつがいいんで、これはかっこいいですね。これにしておきます。そして、コンピューターも、これはもう回避性能重視でいきます。回避とファイトですね。このあれがいいでしょうね。でバックパックも一応買ってあげます。ということで、だいぶ揃いました。あと、ウェポンですけども、グリップの L ですね。L に、ハンドロットの強いやつをつけて、で、右手はフリーハンドで、十分ですね。シールドがちょっと1個手前のやつになってますけど、いいかなという感じですね。フレドリックなんで大丈夫でしょう。さあ、ということで次は、玉蘭ですね。ヤンの機体を揃えていきます。ヤンの機体、色をちょっと変えたんですけど、あんまり意味が識別で変わってくれないんで、あんまり意味がなかったんですが、そのままいきたいと思います。ヤンの機体も割とシュッとしたやつにしたいなという感じなんですが、なんとなくこれにしておきます。で、アームも、敵中がちょっと高いこいつと、同じくこいつです。で、ヤンはダブルがありますんで、両手にハンドロットでいきたいんですが、足はヤン、今回、このボディがあんまり微妙なんで、足もなんでもいいかなという、これにしておきます。で、コンピューターは格闘と回避性能ですね。で、バックパックも一応装備させておきます。で、あと武器ですね。武器を両手に、ハンドロットの強いやつを今装備させたのかな。ああ、じゃないですね。強い方のハンドロットを2本とも持っておきます。ハンドロットなくてもいい感じがするんですけどね。とりあえずこれでいきたいと思います。で、ポールですね。ポールは肩だけ揃えてますんで、あとはボディですね。ボディそれなりにして、で、バズーカを装備させておきたいかなと思いましたんで、重労場にならないような、ボディにしたいと思いますが、これでいいかな。これと、で、アームなんかもう何でもいいんですよ。アームはもう前回のままでもいいぐらい。重要なのは、とにかくショルダーですから。で、ショルダーと、あと、グノーツのバズーカじゃなくて、ボア36ですね。ボア36バズーカ。あら!お金が足りなくなってしまいましたから、ちょっと先にお金を調達しますか。とりあえず、ウェポン類全部売り払ってしまいます。もうそれで十分お金は足りると思いますんで、全部の武器等々は売ってしまいます。ショルダーに関しても売ってしまいますよと。で、あと、ボディ等々も全部売ってしまいますよという感じですね。売ってしまいます。んで、全部売ります。全部売ったのをカットするのが面倒なんですけど、この際もカットは面倒なんで、そのまま、売り払いましたということで、やっていきます。基本的にですね、ゲームの内容はあんまりカットする必要はないかなとちょっと思ってるんで、最近はですね、割とカットはあまりせずに、そのまま喋りでごまかしていってます。はい、ということで、セットアップ再開です。ということなんで、マシンは、レインボーですね。レインボーはポールです。
ポールがなぜレインボーというのかはちょっとよく分かりませんけども、なんかポールはなんとなくこうフランス人っぽいイメージがあるんですが、なんとなくですけど、まあ、そんな感じです。とりあえず、レッグ性能を落とさないことだけをとりあえずイメージして、ってなると、まあ別に変えなくてもいいんじゃないかな。なんかこう足もかっこ悪いんでですね、このままでいいや、このままでよしです。でコンピューターはいいやつ装備させたいと思いますんで、ロング性能が高いやつですね、これが高いかな。でバックパックもちゃんと装備させておきましょうかね。そしてそれでいて、ウェポンの、グリップの L に、ボア36のバズーカーですね、こいつを装備させます。まあ1本装備させておけばよしと。こいつらはもうやられないことが前提ですから、そんな感じですね。さあボディもまあ割と何でもいいんですけど、なんとなくですけど、まあ、これにしておきますか。でバックパックさえちゃんと揃えておけば基本的にはまあ困ることはないですよと。でレッグもそのままで、コンピューターはちゃんとしたやつを装備させます。とにかくロング性能が高いやつがよしと。であとウェポンで、グリップの L に、ボア36ですね、こちらを装備。あとはもうこんなもんでよしです。あまり感想というかあまり変えてはいないんですけど、まあ、とりあえずは、性能しっかりですねやってくれればよしと、まあ、遠距離だけ頑張ってくださいよというパターンで、以上でいいかな。あとはアイテムですね。アイテムの装備をある程度しないと、M のリペアをそれなりに買いつつ、でまだまだ S を使うので S リペア、いや S リペアが売ってないんですね。アシッドボンとかグレネードとかあるんですけど、あんま使ったことはないんで、まあ特にいいかなと。 M のリペアをとりあえずいっぱい買っときますか。はい、というところで、ショッピングは以上です。なんか抜けてる人がいたりしてまあいいや。あとは、セットアップでアイテムを装備させておきます。これも非常に重要なので、まあカットせずに、お届けしてまいりたいかなと思います。まああとはアイテムを装備させるだけなんで、とりあえずちょっと概要というか戦況等々をお話しながら、まあ、進めていこうかなと思いますけど、基本的にはですね、まあ戦局は今硬直状態ぐらいになっているというか、まあむしろ、OCN の方が、OCU の方がかなり押してるんじゃないかなというイメージですね。で、まあその辺もですね、ちゃんと深掘りしていけば、まあよくよく考えればですけども、USN が押してたのは、やっぱり、まあ、武装の調達なんかがしっかりできていたということが一つ。で、もう一つは、やっぱり地獄の壁の存在がかなり大きかったんじゃないかなと思います。多分、ある意味こう、一般人とかが普通に知れてるぐらいに、強力な傭兵部隊がいるぞみたいな、そんな、まあなんかこう、まあ、ある意味こう、レジェンド的なですね、傭兵、最強の傭兵部隊みたいな、多分そういう感じで名を馳せてたんじゃないかなと予測しております。まあ結果としてですね、それはなぜそうなっていたかといえば、やっぱり最新鋭の機体を揃えて、でまあ最重要な地点に配置されていて、でメンバーが揃っていたというか、まあ育っていってたんじゃないかなと、まあその辺をこう予測するところですね。まあ結果として戦局っていうのは一つの、まあ一つな、まあ、プレイというか、まあ野球とかサッカーとかでもそうなんですけど、ワンプレイがこう試合を左右するみたいなところが結構ありますので、まあ、そのワンプレイを左右するような重要な要のポジションにいたのが地獄の壁と。でそいつらがですね、順調に育っていっていて、まあかなりこう要塞を築いていたようなとこがあるんじゃないかなと、まあ私としてはまあ解釈推測しているところですね。で結局そいつらが敗れたわけで、でその重要な拠点を落とされた USN の側がですね、まあ一気に瓦解していっている状況というのが今の戦局なんじゃないかなと思っています。まあ結果としてですね、フリーダムシティを制圧されて、
で、その後、まあ、重要なその、まあ、分岐点になるって言われてたそのメール側のところですね、それも前回ロイドたちが、抑えてしまいましたから、まあ、ここで一気にこうなし崩し的に、戦局が動いていっているという、まあ、今現状で硬直しているということはもう間もなく相手がこう崩れていくっていう、そういう戦局に入っている状況ではないかなと思っています。まあ、いずれにしてもですね、このロイドたちの部隊が関わっているということなんですけど、まあ、実はですね、その、まあ、あまり喋るとネタバレになってしまうんであまりは喋りたくないんですが、まあ、その辺の戦局とか人選とかを操っている人間がウォルソンという人物だというところは、まあ、触れても叱るべきかなというところですね。さてさて、これは、ペセタの町で一応セーブしておきます。そしてペセタの町から次なる戦場へと向かっていくという感じですね。進めてまいります。さて次の三角錐はこちらですね。四角錐でした。戦況がありますんでそちらへ。ハンス、爆弾のセットは完了したか。ああバッチリさ。ということで何やら始まります。列車が橋に差し掛かる寸前に第一の橋を落とし、列車がストップしたら第二の橋を落として逃げられなくする。そして第三の爆弾で列車を爆破する、まあ、そういった作戦が今から始まるというところですね。ちょっと待って、車両まで爆発するのか。そういう命令だろ。じゃあ列車に積まれているお宝はどうなるんだ。爆発までには少し時間があるよ。それまでに取ってくればいいじゃないか。列車が来たよ。ドンピシャだ。ドンピシャだ。ベティーボム点火。このなんかベティーボムっていう爆弾になんか可愛い名前つけてるんですよね、このハンスは。で、列車が来ました。何も知らない列車は、ここにやってくるわけです。そして爆発が始まって、ギリギリですよね。これかなり、多分列車の前方の方はかなり火傷の負ってる人たちがいるんじゃないかなというぐらいの爆発が起きて、ベティーボムが爆発。で次はクリスボムちゃん頼んだよ。クリスボムちゃんがここで爆破すると。であの列車は完全に挟まれた状態になってしまいますよというところで、はい、いぶし出された敵のパンツァーが出てくるという感じですね。結構いますね。パンツァーが降りてきたわ。行くぞみんな、お宝は俺のもんだ。ミニーは次元式なのを忘れないで。はい、なんか爆弾に名前がついてるのはなんかすごく思う、なんかこう、ああそういえばそんなだったなっていうイメージですね。さてさて、セレクト8分の1とありますから前期出撃できないんですね。で次元式ですから急いで取ってこなきゃいけないんで、どうしたもんかなというところなんですよね。ここでこう8体しか出れないんですよね。だから出れない人たちはお留守番なので、1,2,3,4,5,6,7 ってなってくると、まあ大体の人は出せるんですけど、そうですね、まあ今回ハンスがかかってるんで、まあ、この布陣で、ポールと、モーリーはちょっとお留守番タイプで、いきたいと思います。さてミニーボンまで8、爆発まで8ターンしかないんですよね。どうなるんでしょうかね。これは8ターンで間に合うかな。これもしかして足をちゃんとしたやつに装備してないといけなかったかなと今思い出してきたんですが、もうそんなのはもう関係ないんで、とりあえず行けるだけ行きたいと思います。敵は普通にもう強いと思いますので、もうガチで、崩しに行きたいと思います。まあ多少ですね、今回多少やられてもお宝、うわマジか、どういうことか。今回ですね8ターン内にあの列車を調べまくってアイテムをゲットしに行くっていう、なんかそれもちょっと一つあるので、アイテムを取りたいなというところですね。そうは言ってもなんですけど、
今まであんまり攻めすぎたことはないので、どんなもんか。あ、ドンキーが来ましたね。ドンキーのヘクトをぜひ見ていただきたいんですが、ノーガイドでお願いします。あら、ドンキー、これは割と普通のやつでしたね。1、2、3体、3回ですね、3発。さあ、とりあえずまあ最後まで行きましょうかね。まあ、今回は多少撃破されてもいいんで、アイテムを全部取りたいなという感じです。シールドでいきます。これはナタリーか。イグレットランチャーですね。はいはい、ノーダメージでした。さてさて、ナタリーですね。もうとりあえず迎撃します。まあアタッカーだと思うんで普通に近接の攻撃、あ、違うか、格闘か。あ、ミサイダーでしたねこいつは。ん、レベルも上がりました。そろそろスキルを覚えてください。あー、ダメか、ナタリーナタリーちょっと遠距離と分散してるんで若干ちょっと成長が遅くなってるかもしれないですね。ナタリーは多少なんかスキルを覚えるのが遅いイメージはありますけど、ハンスが狙われてます。まずいな、ちょっと腕とか全然変えてないんでハンスは狙わないでほしいなという感じですけど。あー、まずいな、まずいまずい。防御しておきます。まずいな、ハンス落ちる可能性が。あらららららら、これはまずったぞ。ちょっと輸送車をちょっと向かわせないとまずいですね。しまったな。とりあえずロイドも前に出て、ロイドは遠距離でアタックをかけます。ミサイダーか、まあイグレットで、攻撃です。ミサイダー先に倒したいところですけどね。まあ、今回の戦いはミサイダーをあんまり絞らなくてもいいかなという感じです。ミサイダーももちろんあるなんですけど、もうとりあえず速さが勝負になりますんで急いで倒したいっていう感じですからね。回復もある程度後回しで、坂田は攻撃したいんでナタリーを一旦下げて、ナタリーをここまで一回下げてからアタックします。ミサイラー、こいつをできればもうこの時点で落としたいところですね。これで落としてしまいたいんですが、ダメか。まあしょうがない。ちょっとこいつはどっちにしろ早いうちに叩きます。キースがちょっと後ろ向いてるんですが攻撃を仕掛けたいんですけどね。ダメか、届かん。ああ、届きましたね。こいつをアタックします。さてさて、ああこいつらもうミサイルないんですよね。もうアタッカーですからもう向かってくるタイプですね、ガンガン。そして JJ です。 JJ で攻撃かけるか。とりあえずこいつは落としておきたい。アールアッソー3発ですから結構強いです。あ、スイッチ来た、スイッチ来ましたが、あー、いいですね、なかなかいい。ただできればボディをやってほしかったんですけどね。まあいいや。あ、そっか、 JJ いつの間にスイッチ覚えてたのかちょっと忘れてました。フレーデリックももう前に出ますんで、その前に、ハンスを動かしておきます。ハンスを下げて、で、アタックかけます。いや、ユーズアイテム知っておくか。ユーズアイテムを、レフトアームユーズアイテムかけます。そして、ピビはこのままで、サッカー、あ、そうか、移動できないままになったんで、ここ行くか。坂田はもうとりあえず近接ですから、これで、クロフ内蔵キャノンで攻撃していきます。内蔵キャノン今回初使用ですね。あ、スピードです。うーん、強い。あーやられましたねまさかのクロスキャノンがやられるとは。いやー、ちょっと誤算でした。まあしかし敵がそれだけ強いということですよね。フレドリックももうアタックかけます。
先に攻撃を受けるんですけど、まあまあ防御性能高いですからね、まあ、できればダブルを覚えてほしいんですけどね、多分覚えないでしょうね、フレデリック。さてヤンもガンガン進めたいんですけど、ちょっと1回休みですよね、この場合だと。まあしょうがない、とりあえずヤンはどんどん使っていかないとこの作戦負けてしまうんですけど、あーっとシールドです。コマンダーか、まあまあぼちぼちですね。さあまだ後ろにも部隊がいるか。まあフレデリック防御です。多分両方とも防いでくれると思うんですけど、あ、ダメか。結構やっぱ強いですね敵が。シールドで防ぎきれてないんで、というかこのフレデリックのシールドは1個前のやつなんで、ちょっと性能が劣るということを今思い出しました。やっぱりちゃんとしたやつを装備させればよかったかな。シールドを突き抜けてダメージがいってるんで、ちょっとその点がちょっとミスでしたね。フレドリックなんで、ちょっと一回防御させます。まあいいですね。まあこのぐらい防いでくれるんで、頼もしい限りなんですけども。この場合は、坂田か。坂田も迎撃しときます。はいはい、ミス。あ、スピードですね。まあ、3発かけるなんで、要は4回になってました。スピードが発動したんで、1回分プラスになってます。これは JJ ですから、まあ、アルアストで迎撃です。JJ もそういえば、スイッチを覚えてたんですよね。スイッチ発動しますね。いいですね。かなり強いですね。JJ も強くなりましたね、だいぶ。さあ、でじゃあロイドで撃破まで行きたいとこなんですけど、 JJ は一回下げよう。坂田はとりあえず怪我してしまったんで、とりあえずユーズアイテムと、腕の回復を図ります。ユーズアイテムはしなくていいんで、とりあえず一旦交代で、ナタリーは無傷なので、まあこいつらをちょっとついていますか。いや、遠距離部隊を先に使おう。遠距離を使って前に進めたいんで、遠距離の彼はとりあえずどっちにしろユーズアイテムが必要なのか。ダメか。ユーズアイテムでレッグを回復させます。まあこれでしょうがないか。ここで一旦ストップで、ピーはそのままで、ロイドじゃなくてナタリーで、イーグレット一発撃っておきたいんで、イーグレットで攻撃するか。で、できればこいつを破壊してほしいんですが。こいつが破壊されるといいんですけど、無理か。全然無理でしたね。もう一発イーグレットか。ヒースは、パンチには及ばないんですけど、こいつはもう放置してていいや。とりあえずキースもこっちに向かわせないといけないんで、移動させよう。んで、JJ は一回下げたいので、一回下げて、こいつにアタックをかけよう。んで、ああ、いいですね。腕をやってくれたんですが、まだ片腕は全然残ってますからね。ああ、だいぶ強くなりましたね、JJ。さて、フレデリックは前に出て、そうだ、ユーズアイテムしておこう。ユーズアイテムで、ボディを回復です。そして、フレデリックでアイテム回収して回るか。で、ヤンでとりあえずこいつらをボコボコにして回ると。いう感じでいきましょう。アタッカーでスタン狙いでいきます。まずファーストで取って、で、ダブルでスタンまでいくと。スタンがなかなか発動しない。しかもボディ一発50か、きついな。ボディ一発50っていうのはちょっと
やばいですね。でロイド、ロイドはこいつを砕いておきたいとこなんですけども、うん、わこいつ強いな。380っていうのはかなり強いですね。倒せるか。ああ倒しましたね。いいですね。そして敵のターンです。わ遠くからなんか撃ってきてますね。まずああいいですね、防ぎました。さあフレデリックでアイテム回収しまくって、ここはシールドですね。ヤンの方に来ましたね。そうかミサイラーがしつこく狙ってくるのか。危険だね。まずいな。ちょっとミサイラーやっぱ強いですね。攻撃力が高いみたいです。ここは迎撃しておきます。スタン狙いでファーストを取ってからのスタン狙いです。ガスッといって、あスタン来ましたね。ウェイクしましたんでダメです。あーっとボディがちょっと怪しい。まずいまずい。これ油断するとやられるタイプなんで、ここはちょっと残念ですけどもガードしておきます。まずいな。ちょっとヤンはとにかく一回回復させないとまずいですね。狙われてますね。うわきついな。やっぱ一発のやつはやっぱ破壊力がかなり高いんで危険なんですよね。ロイドか。ロイドは、まあ、さっきやってくれたんで、この坂田を前に出して、坂田を前に出しつつもそれでもユーズアイテムで回復しないといけないんですよね。ライトアーム回復。そして、ナタリは無傷ですので、とりあえず列車に突っ込んでいきます。列車にはアイテムが落ちてるはずなんで、とりあえずアタックかけよう。このミサイラーか。こいつは HP が低いんで、こいつをとりあえずアタックしておきます。とりあえず HP の低いミサイラーをちょっと優先で倒していきたいところですね。ああ当たってくれました。そしてキースがちょっと上の方で遊んでるんで移動させます。で JJ はユーズアイテムが必要ですね。とりあえずちょっと移動してからのユーズアイテムで回復させます。ユーズアイテム、レッドアームか。ちょっと待って、アタックかける方が先ですね。そうですね、こっちのミサイラーをできれば落としておきたいところです。まあアタック、まあ Lアームがちょっとやられてるのはもう多少我慢するしかない。あいい感じに倒してくれました。とりあえず撃破優先でアイテム回収しに行きたいとこですね。とりあえず今ここにナタリーが動きましたんで、今度はフレデリックでここを探っていきます。はい何もない。次です。ヤンは、前に出つつも回復しておきます。ボディをちょっと回復させないとまずい。でハンスなんですが、ハンスも前に出つつ敵を撃破していきます。このアタッカーにドンキーを食らわせます。ドンキーは3発ですから、ノーガイドでお願いします。さあこれで倒してくれるといいですけども、ああ惜しかったけどまあいいです。まあ、こいつは落としておきたいところですね。はい、レベルも上がりました。まあ、今からもっとレベルが上がっていくところですけど、輸送車もですね、ちょっとあえて前に、いや、まあいいか、輸送車ももう前に出しますか。特に、で、アタックはなしです。で、ロイドですけど、ここになんか弱ってるやつがいるんで、こいつでも倒しておきますか。まあそれがいいでしょう。邪魔なんで、とりあえずこいつを倒しておきます。
さてさて、そうこうしてたらもう割といい時間なんで、まあここまでとしておきましょうかね。はい、ということでこの任務で結構いいアイテムがもらえるはずなんですが、ガイドか、ガイドはスキップしよう。はい、ということで、はい、以上になります。それでは失礼いたします。